こんにちは、バーバです。今日はこの鶴の折り方をご紹介します。このように台の上に乗った感じのちょっと変わった面白い鶴の折り方です。お正月の飾りやお祝い事の時などにぴったりのとても可愛らしい鶴の飾りです。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まずこの台の方に出したい色が上になって、鶴に出したい色が裏になるように置きます。今回はこの紫の方の色が台に出るように作っていきます。そしてこのような向きで置いて、まず三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いて白の面を上にして、次は四角に縦と横半分に折って折り筋をつけます。開いて色の面が上の状態で、今ついている折り筋通りにこのように四角に折りたたみます。そして閉じている角が自分の方に向いて、開いている方の角が上になるようにしてこのように置きます。下の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うようにこのように折ります。裏返してこちらの面も同じように折ります。今折った部分を一度開きます。そして一つの角を真上に立ち上げるようにして、立ち上げた部分の中をこのように開いて、折り筋通りにこのように広げております。残り3箇所も同じように広げていきます。このように折ったら1枚めくって、このように平らな面を上にして、そして上の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うようにこのように折ります。そしてここの縁のところで角を下に折り下げます。残り3箇所も同じように折っていきます。平らな面を上に出したら、両側の縁を中心に合わせてこのように折って、
ここの縁に合わせて上の角を下に折り下げます。横の面を広げて残り2箇所も同じように折っていきます。このように折れたら、もう一度このようにめくって、またこのように平らな面を上に出します。次は上の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように、このように折り下げます。そしてこのように折るとちょうど折り目の先端が横の角にぴったり合う位置に折れてくると思います。反対側も同じように折ります。残り4箇所も同じように折っていきます。このように折れたら、次は下の角を少し上に折り上げます。1センチちょっとぐらい、このぐらい折り上げてください。片側でこのように折ったら、裏返して、こちら側も今の位置で折り筋をつけておきます。横の面を出して、ここの面でも今の折り筋のところでこちら向きにも折り筋をつけておきます。この今つけた折り筋がこの台の部分のこの底の部分の折り目になってきます。次はこのように角を均等に広げて、そして対角の角と角をつまむようにして、このように横に広げるようにして、底の部分を平らに広げていきます。何箇所かこのようにつまむようにして、底の部分をこのように広げてきて、
ある程度底の形ができたら、この縁のところをしっかり折り筋をつけ直します。そしてここの谷折りの折り筋できちんと折って、谷折りの折り筋がつくように折って形を整えておきます。底の部分がこのように出来上がりました。最後につるの部分を作っていきます。この内側に今ある4つの角をこのように外側に広げます。1箇所がつるの頭になります。なのでこの折り下がっている角も上に持ち上げるようにして、この角をこのように全部上に出してきます。そして普通の折り鶴の時と同じように、この角の先端を中割り折りをして鶴の頭を作っていきます。そして頭の反対側の角が尾の部分になるので、中心の折り目をしっかり山折りに折り癖をつけて、両側の羽もきれいに広がるように形を整えておきます。はい、これで台に乗ったような形の鶴が完成です。このように片面が一色の折り紙で折ってもいいですし、最初に見本でお見せしたようにこのように柄の入った両面折り紙で折っても個性的な可愛らしいユニークな鶴に仕上がります。この2つは和風の柄の入った両面折り紙を使っています。折り方はそれほど難しくないのですが、ちょっと人目を引く面白い変わった鶴に仕上がります。お正月やお祝い事だけでなく、ちょっとした飾りにもぴったりだと思うので、ぜひこの鶴作ってみてください。